はい、こんにちは。このカリキュラムを取り始めたのがちょうど、この、まあ、今日は11月の2日なんですけど、ちょうど1年前ぐらいかな、このカリキュラムを取り始めてます。で、まあ、非常に申し訳ないんですが、まあ、1年経ってしまいました。で、まあ、これを本当に最後にします。で、今日は何をやりたいかっていうと、ちょうど1年経つ間に2013年度の、まあ、東大入試がありました。で、そこの東大入試の第3問を今日は扱おうと思います。で、それで、まあ、このカリキュラムを終わろうと思います。で、その見る前の準備みたいなところに書いてあったと思うんですが、必ずこの動画を見る前に2013年度の第3問の問題を解いて、まあ、自分で答え合わせとあと解説を読んだりしてから、まあ、この授業に臨んでほしいかなと思います。今日は詳しい解説はそんなにしません。ポイントだけ絞って、まあまあ、説明したいしようかなと思ってます。はい、そういうことです。で、まあ、2013年第3問なんですけど、まあ、僕なりにどういう特徴があるかなっていうのを、まあ、2つ、まあ、ここに書きました。で、なんとかと似てるっていうふうに書いたんですが、2012年度の問題を解いてくれてる人はなんとなく2012年度とちょっと似てる気がするなっていうのは、まあ、感じたかなと思います。僕はちょっと、まあ、すごいなんか2012年度と似てるなというふうに感じました。っていうのは、構造決定の問題が今年もありませんでした。2011年度までは構造決定の問題がしばしばよく出題されていたんですけど、2012年は構造決定、まあ、2011年は、まあ、ちょっとだけ構造決定っぽい問題出てたんですが、今回2012年度はほぼゼロと言っていいですね。まあ、一応それっぽいものはありますけど、まあ、その分子量を計算してみたいな問題は、2013年度もありませんでした。で、あとは、第3問の2を解いてくれた人は分かると思うんですが、アミノ酸の知識の問題が出てます。これアミノ酸の知識がないと解けないです。で、東大ではあまり有機2の知識、まあ、9課程になるんですけど、9課程でいうと有機2、アミノ酸だったり糖だったり、あと脂肪酸、脂肪酸油脂の範囲だったりとか、そういう知識は基本的に聞かれないっていうふうにみんな考えてるんですけど、まあ、その範囲が聞かれたと。まあ、この辺に関してはまあ今後どうなっていくかは、新課程への移行に伴ってどうなっていくかはちょっとわからないので、まあ、この辺はしっかり対策をしておくとっていうのは大事かなと思います。あとやっぱり、まあ、これは今までと共通していることなんですけど、有機反応の基本を理解できているかというのが、まあ、大事だったかなと思います。反応の基本と、まあ、反応の基本がしっかり理解できているかというのが大事だったかと思います。特に今この反応の基本っていう点は1番、今回の1、2のうちの1番に特に大きく表れてましたね。まあ、どっちかというと知識は、まあ、2番で使ったなと思います。はい。で、まあ、実際に、まあまあ、ポイントだけ絞って、1番、2番の解説をしていきたいと思います。まあ、問題を手元に用意してください。まあ、問題は別に、まあ、どこから手に入れてもらってもいいです。で、問題です。1番、まあ、一応読みますけど、まあ、次の文章を読み、航空宇宙エレクトロニクス分野で重要な役割を果たしているポリマー P に関する問いあからかに答えよと。まあ、ポリマー P っていう段階で、まあ、構造決定っぽくないなっていうのは、まあ、なんとなく察しがついたと思います。まあ、実際これ当日解いた受験生としては、まあ、結構有機化学は構造決定で点数を取りたいっていうふうに考えてる学生が多いので、まあ、ちょっと嫌な感じがするなっていうのはありますよね。まあ、今回は具体的にはいっぱいいろいろ読みませんので、まあ、どういう反応が起きてるかっていうのを、まあ、なんとなく捉えたいなと思います。どういうふうにその反応が進んでるかっていうと、まず A があって、まあ、A がそのテトラメチルベンゼンの構造、一位生態の一つである化合物 A であると。で、まあ、これは、まあ、いろいろ先読んでもらえば分かるんですけど、 A は、1つに決まるんですよね。 A は1つに決まって、 A は書くのめんどくさいんですけど、ちゃんと書きましょう。まあ、A はこういう構造であると決まるんですよ。まあ、もうこれ 最終的にここに決まるんですけど、で、化学反酸化力で酸化をしてあげて、で、 B になって、2分子の水を失うと。こういうのが大事ですよね。2分子の水を失う、こう切る。2分子の
ゴロカルキャラも取って、受講してくれてる人はもう二分子の水を失ったっていう段階でおそらくこれを考えてくれたと思います。フタルさんが水を失ってフタルさんが水、まあフタルさんの場合一分子ですけど、一分子の水を失うと無水フタルさんになると。だから二分子の水を失ってっていう記述があったら、まあ、フタルさんのようなこの隣接したところに COH がある構造を疑ってくださいねっていう話は、まあ、第何回目かの授業でしたと思います。だこれをまあ、こういうのが、まあ、最初に言って、まあ、反応の基本っていうところですよね。反応の基本を理解できているかっていうところに、まあ、こういうのが現れています。二分子の水を失ってっていうのが、まあ、非常に重大な記述でした、まあ、ここをしっかり落とさなければ、まあ、A の構造とかは、まあ、決めることができたと、まあ、こういうしっかりした反応の基本を押さえるというのが大事だったということです。で、その次ですね、 M1 がまあ、ここでできた M1 が、M1 の構造解とかね、何なのか、M1 がどういう構造だったかっていうと、まあ、M1 はこういう構造だったわけです。よいしょ。M1 がこういう構造をしてたと言って、でここに、二分子のメタノールを加えると C と T ができたというふうに言ってます。で、まあ、できる化合物は、まあ、そんなに C と D が何ができるかっていうのは、まあ、答え見てもらえ、見てくれた、みんな見てくれてると思うんですけど、まあ、こういうのと、あとこことここが入れ替わったものが C と D になると。で、まあ解答解説に書いてあったかどうかわかんないんですが、これダメなのって思った人は多分いるはずなんですよ。ああ、間違えた。これってできないのっていうふうに思った人は、おそらく絶対いるはずなんですよ。これってできないんですか？まあ、まあゼロかどうかって言われるとゼロか分かんないですけど、まあ、ほとんどできないんですよ、これって。なんでか分かりますか？まあ、これを理解するためには、まあ、アセトアニードができる反応を、まあ、ある程度思い浮かべてもらえるといいかなと思います。まあ、アセトアニードの時はここ相手がアニリンで、アミノ基と、まあ、カルボキ式の反応だったんですけど、こういうのができると。で、まあ、酢酸もできるんですけど、まあ、それは今勝ちません。めんどくさいので。で、この時、ここで無水酢酸使ってますよね。ここ、酢酸だとダメなんですよ。酢酸だと、まあ、ちょっとは反応は進むとは思うんですけど、ほとんど反応は進みません。っていうのは、エステル化だったりとか、アミド化だったりとかは、そのまま本当酢酸と、酢酸カルボン酸と、そのアミノ基のものを加えても、まあ、水がで、反応して水ができる反応になるんですけど、それは平行反応なんですよっていう話は、まあ、どっかでしたかどうかあんま覚えてないんですけど、まあ、どっかでした可能性があります。で、まあ、エステル化も今回一緒で、エステル化するときアルコールとカルボン酸が反応すると思うんですけど、その時に、まあエステルと、まあ、水ができます。この反応は平行の反応です。じゃあ平行な反応をどうやって進めればいいかなっていうのを考えたときに、まあ、どっちかのエネルギーを高くしてあげたりする。だから、今回この酸無水物質を使う反応、使う反応っていうのは、酸無水物質を使うことによって出発物質のエネルギーを高くしてあげて、で CD の、化合物のエネルギーを低くしてあげるっていう発想で、まあ、発熱反応にしてあげれば反応がうまく進むようになると。まあ、あとは例えば喧嘩とかは、
喧嘩は違う、喧嘩は逆反応ですけど、まあ、それは何なしにします、今のなしです、喧嘩は逆反応です。まあ、そういうのも出てきて、まあいい、まあ、それは話さないことにします、はい、それはいいです。まあそういう感じで、まあ、こういう反応を思い出してもらえれば、このこっち戻るんですけど、エタノールと酸無生物で、まあ、こっち側が反応したとしましょう。こっち側が反応したとすると、まあ、酸無生物の部分が反応したとすると、まず COOC2H5 ができます。あと COOH がもう一個できます。で、あとはまあ反応する可能性としては、二分子目が反応するのはここか、あとこっちです。どっちかと反応しますが、まあ、さっきも言った通り COH はそんなに、平行反応になるので反応しにくいと。だからこっちが必ず反応すると。こっちが反応した時にできる化合物は、まあ、さっき書いた、まあ、これをこっち側に移行してこっち側にあるやつとここを、入れ替えたやつということになっています。まあ、M1 に関する、話はもうこの程度で、M2 に関する話も、M2 に関する話は別にそんな難しい話じゃないので、まあ、このモノマー M2 は図3 2に示す化合物 E を塩化アンモニウム水溶液で鉄粉を用いて還元することにより合成できるというふうに言ってます。で、E にこの NO2 のニトロ基が含まれてます。で、このニトロ基の含まれた反応っていうのは、もうこれはおなじみだから大丈夫でしょうと思うんですけど、このニトロベンゼンを鉄を用いて、還元をすることによって、アニリンができるという反応、まあ、この反応をしっかり理解できていれば別にこれは難しい反応じゃないですけどね、っていう感じです。で、まあ、1番に関してお話したいことは、まあ、このぐらいです。で、まあ、次どんどんいきましょう。次2番です。で、2番が若干これは大変だったかなと思います。1番は割とスイスイ解けるかなと思う、まあ、若干そのポリマー P の構造式を知るぜっていうところが若干難しいかなっていう気はするんですが、まあ、全体的にそんなに難しい、そんなに点が取りにくい問題ではないかなと思いますが、2番は割とこれを知ってないと解けないっていうのが多いなと思います。では、もうこれもちょっと消しちゃいます。では2番です。で、2番は、まあ、大きく分けて前半後半に分かれます。文1に関する出題が、まあ、木から、こうです。で、文2に関する出題が指数です。で、今回指数に関する、話は扱いません。文2です。文2に関するも、ことは話しません。これ実際に多分文2を試験本番で解けるかって言ったら、まあ、解けないです。僕もこれこの間まあ、この授業する前に解いたんですけど、結構これは難しいです。まあ、難しいっていうのは、まあ、実際一個一個追っていけばそんなに難しくはないんですけど、その試験本番のそのテンションで解けるかって言われると、まあ、なかなか結構これは難しいんじゃないかなと思います。それよりかは、まあ、その1番みたいな、前半の文1に関する、まあ、アミノ酸の、記述が、まあ、しっかり理解できるのが、まあ、大事かなと思います。では、文1の方を、話してみましょう。で、アミノ酸に関する問題ですね。文1、池田菊苗は、昆布のうまみ成分が L グルタミン酸ナトリウムであると。もうこの段階で L グルタミン酸ナトリウムっていうので、L ってなんだみたいな。のを知らない人は結構、まあ、この辺で何それっていう風になったりしますが、アミノ酸には L と D 体、 L 体と D 体があります。まあ、要は光学受体があるっていう話は前にしました。で、その片方、光学異性体2種類のうちの片方を L、 片方を D という風に呼んでます。で、今回はそのうちの L グルタミン酸ナトリウムであるという風に言ってます。で、味覚の一つとしてうまみを提唱したと。で、 L グルタミン酸は、これがアミノ酸 F に当たるわけですね、は小麦に含まれるタンパク質を活性分解することで得られるアミノ酸混合物から分離生成することができると。この方法としてアミノ酸の即座の構造を反応して変化する A の違いを利用する電気エド、まあ、これアミノ酸で電気エドするっていう話になったら、考古学でやる問題としては、まあ、等電点の違いを利用してやる電気エドというふうに、まあ、これは覚えておいてください。まあ、今回は等電点と言えればいいと思います。
もちろんあの言葉の微妙な違いで、まあ、電化とかでもいいんだろう、いいんだと思いますけど、まあ、東電電っていうふうにやれば理解してるっていうことが伝わるんじゃないかなと思います。で、東電との違いを利用する電気系統や溶質とイオン交換樹脂の相互作用を利用するクロマトグラフィーなどがあると。アミノ酸をアミノ酸混合物から生成する2つの実験を行ったと。で、まさしく実験4でやってるのが東電点電気系統で、実験5でやってるのが、これは、クロマトグラフィーです。まあ、これ両方とも、原理をある程度理解しておかないと、まあ、ちょっと辛かっただろうなと思います。で、まあ、1番、2番の話になるんですけど、で、まあ、まず既得に関してまとめて話をしています。既得っていうのは実験4に関する話題ですね。既得で、アミノ酸は、まあ、電荷を持っていると。で、pH によって持つ電荷の種類というかプラスマイナスが変わってくるんですよね。それを、まあ、書くんですけど、pH の pH がこういうふうにあったとして、まあ、1713だったとして、まあ、グリシンを例に解きます。一番簡単なアミノ酸グリシンを例に解くと、 pH が低いときは、プラスに帯電していて、 pH が7ぐらいのときはちょうど電荷がプラスマイナスで、まあ、電荷としてはゼロになっていて、pH が、大きいところでは、まあ、全体としてマイナスになっていると。で、これ逆に書いちゃう人がたまにいるんですよ。pH が低いとき、要は H プラスが周りにいっぱいあるとき、ここは電離してるんじゃないかっていうふうに考えちゃう人がいるんですけど、まあ、そうじゃなくて、周りに H プラスがいっぱいある状況下では、この NH2 が H プラスと結合できると。で、逆に、H プラスがあんまりない状況、pH が大きい状況下では、この COOH が電離することができると、まあ、そういうふうに考えてください。で、たまにこの構造を書かせる問題が出たりするので、まあ、こういうところでは、まあ、間違いないようにするということです。で、東電点っていうのがあるんですよ。東電点っていうのは、アミノ酸ってまあこういう、まあ、混合物なんですよ。水溶液に溶かすと、まあ、こういうふうな3種類の構造で構造を取ると。ただ、pH によってある程度どれが多いかっていうのが決まるんですよ。で、そのちょうど、まあ、一番下決めるとこいつで存在してたり、こういうやつで存在してたり、もしくはこれで存在してるってなるんですけど、そのアミノ酸の分子全体で見るとトータルでプラス、トータルの和がプラスになったりマイナスになったりゼロになったりするんですよ。で、そのゼロになる点っていうのを東電点というふうに呼んでます。で、具体的に言えば、まあ、こいつとこいつの濃度が等しい点ですよね。これは今濃度がゼロなので、こいつとこいつの濃度が等しい時、東電点となります。もちろんそれで定量的に計算はできるので、まあ、それは多分教科書とかに、まあ、載ってるんじゃないかなと思います。それはちょっと自分でフォローしてください。で、グリシンの場合、東電点どの辺にあるかっていうと pH6 なんですよ。まあ、この辺もある程度理解してないとできないですよね、実は。で、この L グルタミン酸、グルタミン酸は酸性アミノ酸です。酸性アミノ酸の時は、東電点が低い方に偏るんですよ。アミノ酸 G はリシンです。リシンは塩基性アミノ酸です。塩基性アミノ酸の場合は、東電点が、塩基性側に偏るんですよね。これを知ってないと、この、苦の問題はやっぱ解けないです。で、まあ、こういうふうにバーッと書くんですけど、もうずれた。今回はグルタミン酸と、リシンと、セリンです。このアミノ酸の H はセリンです。まあ、別にそれは知ってなくてもいいんですけど。で、pH が、向こうが1でこっちが13だと思ってください。で、東電点、
あでさっきこの話はしなかったんですけど、あの東電点を境にして、東電点はゼロじゃないですか、電荷が。東電点を、東電点よりペハが低い時はプラスが多くなるんですよ。プラスが多くなるのでアミノ酸分子全体としてプラスに再現をするようになります。で、東電点よりペハが大きい時、周りのペハが大きい時は全体としてマイナスに帯電するので、マイナスにアミノ酸分子がマイナスに帯電するようになります。だこれを利用してあげると、グルタミン酸はここ、グルタミン酸の東電点もある程度分かってないのでできないんですけど、3程度なんですよ。でリシンは、東電点が確か10ぐらいですね、10ぐらいで、まあ、セリンはまあ大体6ぐらいです。中性アミノ酸の東電点はまあ大体6ぐらいって覚えておけばいいと思います。でそうするとここを境にして、ここを境にして、こっち側はプラスなんですよ。こっち側の pH ではプラスに帯電してます。でこっち側の pH ではマイナスに帯電してます。この違いを利用して、分けてあげるのが東電点電気経度です。で今回の選択肢中で pH が3種類あります。つまりプラスに帯電しているものは電気経度してあげると陰極に移動します。マイナスに帯電しているものは電気経度してあげると、陽極に移動します。なので今回この辺3つあります、値が4と7と11です。4と7と11です。で何をしたいかっていうと、今回はアミノ酸 F、 グルタミン酸だけ生成したいと。グルタミン酸だけが片方の電極に移動するものを選んであげればいいんですよ。そうするとグルタミン酸だけが違う電荷に帯電してれば、それがそれだけが片方の極に行くと。っていうふうに見てあげると、ちょうど pH が4の時がそれに合致します。で今回は pH が4の時で移動する側は pH4 の時、グルタミン酸はマイナスに帯電しているので、陽極に移動すると、まあ、そういうことです。で、まあ、既得は、まあ、それがポイントですね。で結局この性質を利用して、クロマトグラフィーでも生成を行います。これはまたケトコです。まあ、ケトコはまあ簡単に原理だけ説明します。でこういうふうに、まあなんかまあ、カラムがあって、カラムにマイナス、まあ、今回はこのスルホッキがついているものがあって、まあ、これは電離して、まあ、スルホン酸は強酸なので、まあ、H が電離して、O マイナスができて、まあ、このカラムイオン交換膜、イオン交換樹脂がまあマイナスに帯電していると。でそこにくっつくのは、まあ、プラスに帯電したものだと。で今回どういう操作をしているかというと、実験後で、pH2 のアミノ酸の混合物の溶液を流したと。じゃあ pH2 ってどういうふうに帯電してるんですかっていうと、さっきここに書いてあるんです。 pH2 はここです。ちょっとずれたね。 pH2 はここです。でこれ見てあげると全部プラスに帯電してます。あつまり pH2 の時は全部ここにくっつくんですよ。全部くっつくので、その図3の4を見てあげると、フラスコが一番左にも書いてないですけど、一番左にもなくて ABC ってあるじゃないですか。一番左には何にも出てこないんですよ。まあ、水しか下に出てこないです。あとはなんか不純物とかが下に出てくるだけで、この辺のものは、この辺のアミノ酸、グルタミン酸、リシン、セリンは全部ここにくっつきます。で全部くっついて、じゃあ次です。次は pH が4の干渉液を流したと。じゃあ今度 pH4 の干渉液流すとどうなるかっていうと、この pH4 はさっきも書きましたけど、ここですね、ここです。 pH4 の干渉液を流してあげると、今度グルタミン酸が pH4 だとマイナスに帯電するんですよ。つまり、まあ、こういうふうにカラムがあったとして、ここに pH4 の溶液を流してくると。そうするとくっついてたグルタミン酸のプラスのところが、要は全体的にプラスじゃなくなっちゃうんですね。そうするとくっつけなくなって、グルタミン酸が下に流れてきます。
で、そうするとグルタミン酸が生成できます。で、したがって A に含まれているやつはこれグルタミン酸です。で、次 pH7 の干渉液を流してあげると pH7 は、まあ、ここですね。 pH7 は今度はグルタミン酸もないので今くっついてるのはリシンとセリンです。で、リシンはまだプラスに帯電してるんですけど、この pH7 だとセリンはマイナスに帯電するようになります。分子全体としてはマイナスに帯電するようになるので、このセリンが下に流れ落ちてきます。で、その E に含まれる、E じゃないですね、 B に含まれるのはセリンとなります。で、最後 pH が11、この辺です。 pH11 のもの干渉液を流してあげると最後ついてたリシンが全部下に流れ落ちて、三角フラスコの C にはリシンがたまると、まあ、そういうことです。で、まあその辺のアミノ酸に関する問題は、まあ、その程度ですね。で、まあさっき最初も言ったんですけど、分2に関しては今回は説明はしません。まあ、ちょっとやりにくいかなとは思うんですが、まあ、自分でちょっと置いてみてください。はい。で、まあここまでちょっと駆け足で、まあ、駆け足といっても1年かかったんですが、まあ有機化学に特化して2013年、いろんな問題を扱ってきました。前半で構造決定を扱って、後半では、有機2と言われる範囲、まあ、アミノ酸だったりとか糖だったりとか油脂だったりとかを扱って、まあ、一番最後で、まあ、今年の入試問題を扱いました。で、まあ、結構その、まあ、最初にも言ったんですけど、有機は、まあ、昔に比べたら、まあ、ちょっと難しくはなってます。おそらく難しくはなってるんですけど、でもやっぱ計算が少ない分、まあ、点数は取りやすいかなと、まあ、思います。で、やっぱりその最初の回ここにも書いたんですけど、反応の基本さえしっかり理解してれば別にそこまで難しい問題ではないので、まあ、その辺の反応の基本をしっかり理解しておくってことと、まあ、あとは有機2年の範囲も、まあ、徐々に最近出るようになっていて、まあ、今年はどうなるか分かんないんで、まあ、2年ごとに、まあ、作務者が交代するっていう風な噂はあるので、まあ、今年どうなるか分かんないんですけど、まあ、しっかりこの辺の有機2の知識も含めて、まあ、しっかり勉強しておけるといいんじゃないかなと思います。で、僕の勝手な予想ですけど、おそらく来年は構造決定が出ると思います。まあ、出なかったらごめんなさいって感じなんですけど、来年は構造決定が、まあ、出ても、まあ、そろそろ復活してもいいんじゃないかなと思っています。まあ、どうなるかもちろん分かんないんですけど、まあ、ちょっとそのあたりも含めて、まあ、しっかり対策をしてくれればいいかなと思います。ちょっと今日は長くなってしまったんですが、これで終わりです。まあ、今まで本当にありがとうございました。終わります。